だんだん太くなってきましたね。はい。プラーン。はい、毎度お越しやすプララーン、わざとかやつららーんの職人、しょうちんでございます。いや、デフォルトの猫。こんなんやったっけ、手の形。いまいち知らんねんけど。はい、今日はですね、以前、水彩画の方でご紹介して、結構ね、ご反響いただいた水面の描き方を水墨バージョンでやってみたいと思います。ちょっとあれやな、文鎮がやな、文鎮が。文鎮ちょっとこうやって置いて。前に水彩画でお伝えした方法で、プラスって描こうっていうことをお伝えしたんですけれども、何かというと、まあこう、水面と地上との境目があったとして、こっから投影がありますね、投影。例えばなんか木とか、岩とかがこう、水に映ってますよね。これは縦方向の線で描きます。で、それに対して、なんかその水面の揺れとかは横で描いていくっていう。こうするとプラスになるでしょ、このね、線が。で、手前に来るほどボーダーが太くなっていくっていう書き方で、基本的には水面で書けるんですよっていう、この方法で水墨画でも書いていきます。ちいちゃんどこか。ちょっとごめん。ちょっとごめんね。いやー、シャレオツやな、この文鎮。これ欲しい人言ってね。すぐ送るから。はい、では、デモンストレーションで書いてみたいと思います。あらかじめね、3つ、墨の濃さを絵皿に用意する人もいるんですけど、僕はね、単木だけ、こうやって用意しておいて、あとは調整を、パレットのように、こういう空の皿で、やっていくことが多いですかね。まず、単木を含ませて、で、すりたての墨ね、木道から取ります。まあ、穂先、そうやね、3分の1ぐらいかな。で、絵皿に、少しこう、穂先を押し付けるようにして、左右に振ります。こうすることで、この、穂先の中でね、グラデーションができるんですよね。で、もう一回、濃い墨に戻って、ほんまにちょっと、穂先、ちょっとつける。これでね、彫刻することが多いですね。まあ、描くものによっても、変わってくるんですけどね。はい、それではね、岩を描いてみようかな。ちょっとかすれなんかを生かして、岩を描いていきます。で、墨切れてきたらもう一回こう、彫刻し直してくださいね。岩を描くときのポイントはそうですね、面が変わってるところを白くこうやって残すっていうことですかね。そうするとなんかこう岩が、立体的に見えますよね。で、ここが水平線になってくるので、ここはね、守りつつ描いていきます。ここは主軸の部分なので、ちょっと濃いめに描きました。なので、後の部分は流すように薄墨で描こうかな。わーおー。わー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 おー。わーおー。はい、岩の部分が描けましたね。じゃあ、先ほどこんなちっちゃい筆やったので、少し大きな筆に持ち替えて、単木オンリーですね。単木オンリーを含ませて、こう白く見えすぎてるところを埋めていくように、こう、塗っていきます。これで岩の重さが表せますよね。はい、こんなもんかな。じゃ次がポイントなんですよね。先ほど言ったプラスの効果で言ったら、縦の線を意識しながら、投影を描いていきます。薄墨を全体に含ませて、で、濃い墨を穂先3分の1に。3分の1、どうやら4分の1ぐらいにしとくか。に含ませます。で、今回は、あんまりグラデーションがきつく出てほしくないので、滑らかに出てほしいので、かなりこう左右に揉み込んで、こうなんていうかな、濃い墨のところと薄い墨のところをね、徐々にほんまに徐々にグラデーションになるように、彫刻します。チピちょっと邪魔です。そしたらですね、ちょっとこれ、動き早めに、下に向けて、こう、払うように書いていきます。さっ、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 ちょっとかすれが出た方が、雰囲気出るかな。水の境界線はね、筋目書きみたいになって、筋が残るので、これがまたね、味になるんですよね。で、ちょっと難しいことしちゃうと、この水面に際のところね、鏡になるように、
あの岩の特徴なんかを補足しといてやったらもっとぽく見えるんですが、これは難しかったらしなくても大丈夫です。こう反転する形でね、なるように、こうちょっと穂先に濃い墨をつけた筆でこうね、岩の特徴なんかをこう書き込んでいきます。かなりなんか水面っぽくなってきましたね。それでは最後です。プラスで言うたら横の部分、横の線を意識して今度は書いていきます。これかなり薄めの墨ですね。かなり薄めの墨を含ませて、含ませ方なんですけど、先ほどはこう穂先につけている感じやったけども、ちょっと横につけてね、今度側面で、ここに墨ついてますね。これを崩さないようにこう、なんて言ったらいいのかな横に墨がついてる形になってますね、これね。で、今度はあの横に払う線、このわざっかやつららーんでは結構水かくことが多いので、その時も言ってたんですけれども、ボーダーを引いていくように手前に来るんですけれども、奥に行けば行くほどそのボーダーの間隔は狭くなって、ボーダー一本一本のその細さは細くなります。手前に来るにつれてボーダーとボーダーの間隔は、広くなって太くなりますね、ボーダーが。まあ、ちょっとわかりにくいかもしれないので書いてみたいと思います。伸びやかな運筆で、伸びやかな運筆で、横に払うように書いていきますね。で、この投影にも被っても大丈夫です。てか、被ってください。これ気にせずにね、書いてって大丈夫です。で、結構細いでしょ、こう。奥からね。で、徐々に、手前に来るにつれて、太くなっていきます。で、なんか、ボーダーって言っても、なんていうかな、ほんまに、なんかアニメのキャラが着てるような、規則正しいボーダーになってしまうと、これまたね、水面の感じが出ないので、ちょっとバランス見つつね、こう途切れ途切れでもいいので、手前に来ます。はい、どんどん太くなっていきますよ。どんどん太くなっていきます。太くするには、穂先の角度を変えればいいですね。こう引くんじゃなくて、こう角度を変えて、側筆気味に引いてくると、太い線が描けます。で、墨切れてきたら、もう一回含ませて、こういう感じでね、手前に来ます。だんだん太くなってきましたね。はい。はい、どうですか？なんか水面っぽくなってるでしょ、これ。なっててくれ。はい、こんな感じで、横の線がプラスされましたね。まあ、これでもね、結構ね、水面に見えてると思うんですが、どうですか？でも最後にね、もっとより水面に近づけたいので、どうでしょうね。まあ、さっき水面の横を描いた時よりも少し、濃いめかな。濃いめの淡墨。でも中墨とまではいかない。濃いめの淡墨を平筆に今度含ませます。これですね、この上から、面的な表現をして書いてきます。こうやって。潤いを与えるように。これは、ね、長墨がいらなくって、ちょっと薄墨、少し濃いめの薄墨を含ませただけのやつを引いてくるだけです。こう、手前にね。こう白いとこが埋まっていくにつれて、水面っぽくなってきますよね。はい、あとは微調整ですね。一番最初に書いたこの影のところ、もうちょっと水際を出したいので、岩を補足しつつ、こう、なんていうかな、投影の部分をより正確に書いていきます。で、まあ、軽く草書いておきます。なんかこう、おしゃれでしょ。はい、いかがだったでしょうか。このように、水面が描けましたね。やっぱりポイントとなってくるのはこの水の透明感ですよね。墨があんまりこれ濃ゆくなってしまうと、なんていうかな、水面じゃなくってなんかこう草原に見えてしまったりしてしまうので、結構この水面を描くときはね、気を使うところではあるんですけれども、透明感を意識して彫刻するときも気を使って、あんまりこうなんか濃い墨が出ないように、ここら辺とかよくわかると思うんですけれども、薄いね、微妙な彫刻が出てると思うんですよ。これが非常に大事ですね。で、投影は思い切って下に払うように、こう、さっさとこう、少しかすれても、それがまた味になってくるので、大丈夫です。なんかね、こう、投影物がある景色の方が水は描きやすいと思います。やっぱりね。
水彩画と描き方は基本的に一緒なんですけれども、やっぱり水墨画は和紙なので水を吸っちゃいますよね。それがちょっと難しくもあり、逆に考えたらそれが利点でもあって、水彩画でうまく描けない人でも水墨画やったらうまく描けるかもしれないので、ぜひぜひこの方法で、ね、苦手意識があったね水面にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、それではね、ちょっとだけ駆け足になってしまいましたけれども、水墨画での水面の描き方でした。何かこれが参考になって、皆様の制作に少しでも役立てたら嬉しく思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またお越しやすー、チピちゃんお越しやすーって。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもねグダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやすー。